じゃ落ちるとしたらどういう理由で落ちるんですか大学のことばっかり調べてて足元の勉強あんましてないんじゃないかっていうの逆に抱いちゃったんですけど彼女の靴から山辺先生山辺先生っていう名前が出てるんですけど山辺先生は記憶は当然あるんですか職で SFC ってそんなに聞いたことないと思うんですけどむしろんか僕喋るより代わりに育ちもってたかな <laughs> 受験生版タイガーファンディング夢に踏み出せ ではどうぞ失礼しししまますすよろしくお願いします志望校進学の資金を獲得するべく虎へと挑む受験生版タイガーファンディングが幕を開ける。 ではまずお名前をどうぞ大田うです19歳です住まいは神奈川ですではあなたのファンディング希望額は50万円でお願いしますあなたが思い描く未来の姿は慶應義塾大学の総合政策学部に合格し自分の好きな職についてを幅広く研究したいです「オール・オーナー・スイン」新しい未来をつかみ取れキャッツアワンド でではまままず簡単なこれまでのご経歴を伺いますか、はい、えっ、ー、と小学校の頃から小学校の方から高校まで付属の方に通っていました。大学の方は、えー、と現役時代慶應義塾大学経済学部慶應義塾大学小学部を受験しましたが不合格となってしまいその際に法政大学の。 の方に合格させていただきままししてて現在在半年間在籍しています今回のそのプランを教えてくださいいただきたい50万円の方なんですけれども10万円が受験費用の方で20万円が武田塾さんに現在通っているのでその分の学費をそしてあの小論文の講座の方を武田塾さんとは別に今通っているのでその分の学費の20万円で合計50万円をいただけたらと思っていますこれまでの経歴としましては現役時代は結構武田塾チャンネルさんを参考にしながらあの山部先生にも何回か ご相談させていただい無料相談で相談させていただいて、その勉強法を参考に自習して勉強はしていました。ただ現役時代自分がどこの大学を受けたいかとか赤羽門の,の研究っていうのをロスカにしてしまっていたこともあって、その第一志望であった慶応義塾の経済学部もまた商学部も落ちてしまいました。 浪人する際に親には法制でもいい学校であるしそのまま在籍し続ければいいじゃないかというふうに言われたんですけれども私としてはその法制大学もすごいいい学校ではあるんですけどまずそもそも心理学が本当にやりたいことなのかまたその自分の学部選択っていうのも経済学部も含め適当にしてしまったことがあるので自分に合う学部は何な,何なのかまた受験するにしても。 自分の合ったた学問を選びたいしそのできれば、まあ、総計以上に行きたいっていう目標はあったんですけど、それ以上に自分に合う学問を研究したいなというふうに思,い思っていました。4月頃にに山先生に一度 その自分が浪人しようかどうか仮面浪人という形で浪人しようかどうかにも迷っていることと自分の,そのこれまでの成績のこととどこの大学が自分に合っているのかっていうのをお聞きしたんですけどその際選択肢の一つで SFC が合ってるんじゃないかというふうに言っていただけてそれから結構 SFC の研究会であったり自分がそこで何をやりたいかっていうのを探求したところもともと自分自身が食を大好きだったので食に携わる企業であったりそういったことを勉強 しししたたいと思って SFC を志望しました資源者が目指すのは慶応義塾大学学総合政策学部自身の生い立ち食について研究したいという情熱を語り進学への熱き思いを虎へとぶつけるその熱意に心をつかまれる虎の面々滑り出しは好調か えっと今彼女の口から山尾先生山尾先生という名前が出てるんですけど、はい、山尾先生は記憶は当然あるんですかあ僕何度かはいあの相談に乗ったことがありますね何度かそうこれえ直の面談ですか直の面談ですねなのではい、はい、ちょっと僕今日出てきてちょっと驚いてるんですけど <laughs> 知らなかったはいあの、はい、出るというのは知らなかったので山尾先生が普段いる武田塾の校舎に通ってるんですかそうではない。 校舎に別にいるわけではない。はい、いらっしゃるわけ。あ、まあ、えっと、そうですね。いることもあるんですけど、あの、今通っているのはお茶の水本校。そうですよね。まあ、一応僕が、はい、あの本部校なんで。なるほど。僕は一応在籍している校舎ではあるんですけど。なので、面談をしたってことですか。えっと、彼女、今、一、一郎。仮面の日で。そうですよね。そうで、現の時に。はいうん 何度か相談に乗ってたっていうことですその時は熟成ではなかったんですよねそう無料武田塾って無料の相談だけやってるのでそこに来てくれてた、はいはい、で落ちてしまって武田塾にも通ってるっていう状況ですよねはい、はい、じゃあ山見先生が相談に乗ってちゃんとやったのに、はい、受からすことができなかったか <laughs> いやーそこはちょっと語弊があるんですけどあの現役生の時は武田塾に通ってなくて無料の相談だけで、はい、であのまあ彼女は武田塾に通わなかったんですよねそれで通わずにまあちょっと落ちてしまってで今 浪人になってから武田塾に通ってるっていう状況。です浪人になってから武田塾に行ってるんだ。そ,ねはい、それまでは某大手塾ですか。某大手塾に週一の子まで通いながら、やっぱ模試日とかも無料でなるんで。<あ> 1> 週一で大手塾に公認の時から、その一コマずつで通っていたんですけど。それでほとんど自学自習でやっていた形でした。現役時代は。なる かりま,したまあ,あのもちろん僕の責任もあるんですけどなんかそうです竹田塾に通ってなくて, <laughs> 通,って通って落ちたみたいになってるじゃないですか <laughs> ちょっとやめてくださいなんかじゃあとりあえずまず出しといて <laughs> とりあえずいやいやとりあえず <laughs> ちょっとそうですねおいおいちょっとこれ、はい、で<も>出しちゃうとでき、ね、ほぼ人生ちょっと狂わされてるいや,いや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 ちょっと責任ありますよねちょっと <laughs> おおなるほど今日そういう回ですか <laughs> 前回は遅刻で責められ今回は。 成績すごい伸びてますよね。あ、成績ははい。なんか現役時代にその、山ま先生に指導していただいたことで、河合塾の前頭記述申試とかで、英語が一番苦手ではあったんですけど、57から最後は第3回では64までで、数学は62から、なんか高3に入ってからは、えっと、68から70ぐらいを安定して取れて、現代文も72まで伸びたので、 これは山美先生のおかげですえ彼女多分元々国公立志望ですよね一応国公立志望でもあったんですけど慶応とか A 判定とかじゃなかったですかいや C ぐらいです違う人と間違えてませんかいやいやででき結構できたんですよできてるイメージはあって自分できるなっていうところもあってまあ入塾しないでやるってことだったんだよね ですなんかさ、そう山さんは、入塾してないから、落ちたって言いたいってことですかいやいや。そういうわけじゃないんですけど、<laughs> もうちょっと僕が、あ、そうですね、武田塾で管理できたらよかったなっていう心残りは。<laughs> なんか冒頭から、の武田塾の名前も出てしまってるし、なんかこう見てる視聴者にしてみれば。はい、なんだよ、また武田塾かよっていう、話になるんで、逆にちょっと嫌だよね。そうですね、だから、まあ。はい うん、なんかその、まあ、ここにいえば出てきている以上、まあ、別に武田塾は投資するわけじゃないので、はいはい、しっかりそこはなんか将来どういうことをやりたいのかとかその辺もちょっと僕は聞いたことないんでお伺いしたいですねわかりましたもともとすごい食についてが大好きで今まで食べログで、えー、と900店舗ぐらいお店に行ってきたんですよ また、現在も地方の食についてだったり、えっと、地産地消みたいなアプリが、RED っていうアプリがあるんですけど、それを使って、こう、地方のいろいろ名産品とかをお取り寄せで食べたりとか、食についてもともとすごい興味があって、そこで思ったのが、なんか、 高くて質の高いものって世の中に需要があるけど高くて手が出せない人ってすごい多いなっていう風に感じたんです。例えばふるさと納税みたいに所得税分をその税金で賄ってそれでなんかお取り寄せできるもので人気なのって結構黒毛和牛であったりとかなんかメロンであったりとか高級品が多くてつまりなんかその高級なものであってもまず 手が出しやすい量であったり価格であったりすればその手を出す,出す人も多いんじゃないかまた外食産業にしてもその地方の農家にしても今すごい利益を上げているところが少ないっていう状況ではあると思うのでそうしたことに大学生活を通して貢献できたらいいなというふうに思っています SFC は結局何の科目が必要なんですか SFC は、えー、と数学か数学英語か、まあ、情報か数学英語の両方かプラスで小論文が必要です 何と何で受けようと思っているんですか？私は今のところ数学と小論文で受けようと思っています。数学小論文。はい。へえ。英語じゃないんだ。数学の方が得意だったので。はい、ああ、なるほどね。小論文の対策を今回武田塾でやりたいと。えっと小論文 君の方は武田塾さんと別の方で、その現役時に赤本の使い方を誤ってしまったことから、その過去問の指導であったり。そうしたこと、またその仮面浪人するっていうのもあるので、どこかの塾には行きたいなっていう条件から。武田塾さんで数学を見ていただいています。あ、九月から通われてる。はい、9月から通われて。それまではバイトをして、貯めたってことですか。かはい、貯、は、め、い、ていました。じゃあ、一旦法政大学に入って、はい、えっと、前期というか、はい、あの上半期は。 そんなにもう一回あの受けようっていうところにはなかったわけ 多くともも親にに受験するにしてて半期はいて普通にまあ法,法政大学もとてもいい学校ではあるし心理もなん,かなんとなくメンタリスト DAIGO さんの影響とかで楽しいかなって思って入ったのもあるのでその学歴コンプレックスが理由だけで受験はするなと言われてたことから一応半年席は置いてたんですけど法政ではいいお友達もできてすごい好きな環境ではあるんですが自分のやりたいことと違ったから自分に合う学科を受験したいなとい といいう理由で受験あの受験 SFC をけたた思いました自分に合う学科だったら職で,、ね、で SFC ってそんな聞いたことないと思うんですけどむしろそれだったらお茶の水女子大とか、はい、ああいうとこの方がね 食物栄養学科ととかあると思うんですけど私がそのやりたいのは栄養学とか食物栄養学っていうのもそれなのかもしれないと考えてはいたんですけど自分がやりたいことが食を作りたいとか食についての栄養学で知りたいっていうことよりも地方のおいしいものであったり世の中にその発見されていないおいしいものを広めたいっていう方だったのでどちらかというと企業とかだったりする方が近いのかなっていう理由とその研究会にいくつか所属できるってことから食を広める 食自身が美味しけければ絶対に広まるわけじゃないっていうのを結構いろいろ食べ歩いて思ったのでそれを広める発信力であったりその活動を4年間通じてできそうなの SFC だなと思ってししました栄養学も興味があるけども食に関する起業もしたい気持ちもあるけど多分まだそれが自分の別の方法かどうか分かんないからさまざまな観点で食を研究してみてみたいっていう感じなんですかね。いや栄養学には正直 とてもいい学問だとは思うんですけど、自分自身がやってみたいことではなくて、美味しい食を広めたいみたいな方なので、どっちかっていうと、なんか実は栄養学科とか、そっちの方面ではないのかなというふうには思っています。食って広まってないですか？食って、そのやっぱり地方とか知名度っていうか、インスタインスタグラムであったりで映えるものだったり、やっぱり都心の方が絶対的に有利だったりみたいな感じで、こう発信力がないばかりに美味しいけどうろ。 埋もれてしまう飲食店ってすごい多いと思うんです。10年間でその90%の飲食店がなくなってしまうっていう現状から、絶対美味しいはずなのに広まらないお店もあるし、また地方の農産物や名産品にしても、そのブランドの価値っていうのを発信できるところとできないところで分かれてしまうっていう現状がどうしてもあると思います。そういう点から、その、それを発信する人間がいてもいいんじゃないかというふうに私は思います。 それはどういうビジネスなんですか？具体的にはちょっと絵が全然浮かばないんですけど、具体的にはその自分が今一応考えてはいるのは自分が今やってるレッドっていうアプリがあるんですけど、地方の名産品でその美味しいものをお届けする。でも大量生産で余ってしまったものを売るからこそ、売り手にも買い手にも得なビジネスっていうのがあるんです。それみたいに、その探せば名産品でも美味しいものがあるから、それを例えば。 一人用のサイズであったりとか、まず最初にお茶であっても一口サイズであったりとか。そういう風に、しあの少量だけど、いいものを大量に買うと高い値がつくものでも売っていけば。日本人全体の食の Q. O. L. がもしかしたら上がるんじゃないかなというふうに思ってます。レッドっていうのは、誰、誰か別の会社がやってるやつですね。っえっと、会社がやってるアプリです。そうですね。私のっていう、私がやってるっていうのは、経営してるわけじゃなくて。違う違う経営してないさい。<あ>はい。はい、そういうのがあるんですね。 食をテーマにビジネスを展開したいと話す志願者仮面浪人を乗り越え掴み取りたい新しい未来トラたちが鋭く目を光らせるそれで SFC に行きたいっていうのはこの僕このあ,のあんまりリベラルアーツっていう言葉が好きじゃなくて。 結局何がやりてるんだよみたいに思っちゃうんですよね。はい、で、まあけど慶応ってこういろんなね、そのさっき言った研究会みたいのいっぱいあるのは存じ上げているので、はい、結構学部をまたいで全く関係ない研究会に所属したりしたりとかってできると思うんですよね。はい、だから、まあその食に関係する研究会っていうのは具体的になんかこう候補があったりとか、教授が有名な人がいるとかそういうのあるんですか。あります。どういうのか教えてもらっていいですか。候補としては、その授業で面白そうだなと思ったのは職を取り巻く社会問題とイノベーションっていう授業があって。 それはなんかしょ実際に起業された方のお話をう伺うことができたりとか。その 地域のご飯とかを食べながら、そうした地域の食をどうやったら広めていけるか、そういう授業がまず一つあるのと、また有名な研究会で食と健康のコンソーシアムっていうものがあるので、そこでやることは若干私の内容ともしかしたらずれてるかもしれないんですけど、その農産物を育てて、そのそれ食と健康の関連を調べるであったり、 SFC の研究会自体でも食に関連するものっていうのは結構見つかっていたので SFC のその授業をその研究会に所属してみたいなと現在は思っています実際そういうところで活動している先輩とかが、はい、なんかこうやってる活動とかってあるんですかその社会的にうそういうのちょっと教えてもらってもいいですか日本橋のなんか食のヒノキっていうお店をされている元 ミス SFC の女性がいらっしゃるんですけど、その方のエピソードを読んで私は具体的に SFC を志望したいと思いました。どういうエピソードかっていうと、その方、小さい時からなんかスイーツの研究をされていて、徳川時代に作られたお菓子を再現してみたいっていうテーマで、あの SFC の栄養入試に入学されて、今現在日本橋でお店を、飲食店を経営されている方なんですけど、そういうふうになんか自分のやりたいことっていうのが、社会であったり企業であったり、 料理研究家や栄養,あの栄養学を専攻されている方はすごいと思うんですけどそれを社会問題までで広めるのって実際はすすごいい難しいと思うんです料理がうまければうまいほど有名になれるかっていうと必ずしもそうではないという部分があるのでだからこそ自分はなんかその発信して広める側になるっていう点では SFC の場が合ってるのかなと思いました。 完璧だな、えー、よく練習してきねてね。あのな志願者何人目でしょうねこれ初めてねちゃんと受け答えのできる子がさすが小学校から行ってるだけありますねはいお嬢様ですよねあの改めて聞いちゃうんですけど、はい、なんでここ出てきたいや正直二個理由があるんですけど、はい、まあ1個目はそのやっぱりその投資していただくことでそのが これを言ったらもしかしたらダメダメかもしれないんですけど、この5人に質問される場でちゃんと答えられるぐらいの死亡理由を自分が持ってるかっていうか、そういうことをなんかできる能力って SFC の多分入学試験に受ける受かること自体にも必要だと思うし、またなんか自分がそういうことってできるのかなみたいな。他の志願者さんが実際こういう場になると緊張で、多分本来の力以上に話せる方って少ないと思うんですよ。自分がそれをできるか確かめてみたかったっていうのと、 令和の虎さんの方も見ててこういう志願者さんみたいに自分のプランであったりこれから食の起業についてをやるんだったらしっかり話せるようにならないとやっていけないだろうなっていう理由からちょっと出てみたいなと思って出てました数少ない5%の視聴者ですね令和の虎の <laughs>、はい、女性視聴者虎の言葉に対する受け答えは順調着実にオールを引き寄せる志願者だが 出資のリターンについてはまだ不透明な部分が残るこの空気感を打開する一手を繰り出し形勢逆転なるかタイガーファンディー緊張が走るまあけどここまではねまだ半分なんでねまあ僕ら投資家側としてはここからのリターンの話がね一番興味があるわけであってまだここにはちょっと 一切記載がないので、はい、死亡理由まではねまあもうそこまではちゃんと理路整然と語られててまあそこまでは当然の話なんですよね、はい、そこからじゃあ僕らがこう財布の紐を緩めるようにどうコントロールするかがこっからの、はい、まあ時間の大切なところですねはい何、はい、からそこをちょっとぜひ聞かせてほしいですねわかりました 今こうやって大学に入ったらやりたいことっていうので職関係のビジョンはあるんですけれども具体的にまだ私が起業していない現在の状況でストックオプションとかそういうものを見返りとして言うにはあまりにも弱すぎるなというふうに自分は思っているので自分が合格するっていうことが多分この例受験生版タイガーファンディングさんにとっての最大の 今私がでできることの中で最大のことだととのの中最大だままずは思っていますその上でその武田塾さんであったらやっぱあの山尾先生と森田先生いらっしゃると思うんですけど仮面浪人っていう状況からもともと田塾さんの,あの勉強法を参考にして自習で自分も成績が上がったっていう実績もあるしで実際その自分でお金を貯めて仮面浪人して武田塾さんに今現在在籍して合格したっていうのは間違っても山尾先生ほど大きなものではないと思うんですけどある程度の宣伝になるかなというふうに 思っています。<laughs> あれちょっと、<laughs> おっとと危ない危ない危ない。ちょっとデキレース感が強すぎてちょっと危ない危ない。はい。<laughs> そうですね。お危ない危ない。そっかそっか。お あとあの細井先生だったりその松原先生だったりその小林先生だ,とだったらその SFC の小論文って YouTube で見てても小論文の解き方やり方っていうのがなくないのでで松原先生の動画の中で伸びがいいものが小論文であったことから <laughs> 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 その自分がやってるその小論文のその添削のなん採点からどういうふうに点が伸びていったかっていうのをもし私に利用価値があればですけれどもそういうのを上げてってこうこうこういうふうに やっていけば、あの、小論文で点を挙げられるんだよって言ったら、ある程度、視聴者、視聴者の層が増えるのかなっていうのと、まあ、小林先生であっても、その細井先生であっても、医学部は小論文あると思いますし、まあ、学部違いではあるんです、あるし、十分な、まあ、リターンになるかは不明ですけど、そういうふうなやり方みたいなのを、私のその、上がっていった経緯までを載せていったら、そこそこは自分ができる範囲であれば、リターンにはなるのかな。でも、やっぱ最大のリターンは確実に SF SFC に合格することだと思うので確実に SFC にこの番組に出て支援させていただいたからには合格したいと思ってますまあ理系がいないんであれなんですけど SFC の数学って結構面倒くさいですよね面倒くさいですあれは結構過去問上ででは結構解けてるんですか5から8割解けていまして自分の苦手分野が結構はっきりしている分もあるのでそれを多分対策していけば数学においてはかなりいい,いい点が見込めるかなというふうには思っていますじゃあ落ちるとしたらどういう理由で落ちるんですか 落ちるとしたら私が現役時代落ちてしまった理由でもあるんですけど過去問の研究をちゃんと欠かさずやらなかった駄目なところをちゃんと把握して分野別の,その教材で埋めることができなかったまたその小論文で落ちるって可能性もあるので小論文だとしたらちゃんと添削できる相手っていうのを環境に言い訳して探さなかったなどがあったら落ちてしまうかなと思っています。 うんまあ言うなれば SFC って結構帰国生もね英語と小論文だからって受けるじゃないですかまあ言うなればあいつら日本語めちゃくちゃなんでまあ割とね僕渋枠だったんで SFC 受かったやつらって日本語喋れないんですよ基本的にていうか漢字書けないみたいな、まあ、そういうレベルでもちゃんと筆記試験まあ取れてて、まあ、そこそこまあ英語はできるんでね取れてればまあ なんとか受かるっていうレベルですよね。だからちゃんとまあこんだけのね、ちゃんと多分こう言語力があれば、多分小論文でものすごいそのヘマ書くってことはないと思うんですよね。だからやっぱり懸念は数学かなっていう風になってくるわけですけど。 だかかららそここのところ今今数学偏差値70ぐらいあるんですか今はい、えー、と現役時から前頭模試を受けていて一番成績が安定してたのが数学で一番悪い時で67でいい時で70ぐらいあるのですごいブレが生じるみたいなことはあんまりないかなと思っています。うん このの半年間ぐらいの成績はどうなんですか模試は受けていないんですけど9月で武田塾さんに入塾させていただいた時にマーチ段階突破テストっていうのがあるんですけどマーチの過去問をランダムで出してそれが何割ぐらい正解できるかっていうので大体9割5分ぐらいは取れたのでそそうでですすねね多分はれれぐらい取れないい取ななと戦えないって感じですよ基、ね、礎、はい、の部分ですごい落ちるみたいなことは今のところないからあとどれだけ過去問研究できるかなかが課題かなと思ってます。 数学はかなりその S.F.C. に特化した対策をしていかないといけないと思うので、まあそこは竹田塾さんのお力で本当にできるんですか竹田塾できます。全く問題なく。<laughs> はい、大丈夫ですか。大丈夫ですあ。本当ですか。はい、山口先生が言うと説得力ないな。<laughs> ちょっとやめてください。<laughs> それはそれは由愛さんがちょっと言わなければ。<laughs> はい。まあでもあの彼女のねあの細井先生からのお尋ねのこのリターンについてのえ彼女の返答は。 ととててても僕は素晴らしいい思っていてあの受験生版タイガーファンディングで今までねリターンはっていうと、えっと、大学に合格してからバイトして返しますとか社会に出てからどうのこうのっていう要はお金をね当然借りるわけだからそれをお金を返すっていうのが前提になってたところが彼女が言ったことってその自分を追っかけて皆さんが YouTube やってるからそれで稼いでくださいよっていう発想じゃないですか。これはとてもあの面白いし それを考えられる彼女がすごいなって僕は思いましたけどどうですか。いやそうですねその、ま、松原さんのその YouTube のチャンネルのショ小ーロームが伸びる需要があるっていうのも結構しっかり調べて。よくそこをドキッとしました。あ,あれ僕あんま喋ってないのに伸びてるんでなんか僕喋るより代わりに喋ってもらった方がいいかなと思ういます。<laughs> はあそそれは間違いない。<laughs> <laughs> おいすっ込んだ。<laughs> 受験への思いがにじみ出るプレゼンテーションその一方で。 受験勉強が間に合っているのかトラは不安感を抱くトラバー vs 受験生物語は終盤戦へバイトは何をされてたんですかバイトは中華料理屋さんで放浪していました もうちょっと前で受験が終わってからもともと親にも第一志望の慶應義塾大学に不合格になってしまった時点で浪人したいっていう意思は伝えてたんですけどどちらにせよ半旗やらなきゃダメだし塾代っていうのも出せないからっていうふうに言われていたので結構そ,そう親から言われたすぐあとからホールをやっていてずっとお金を貯めてきた感じです。 時は経済学部小学部部を受けてたんですよねすごいしっかりといろいろプランもあるんですけど僕は経済省は受からなかったけど数学一本だったら SFC いけんじゃないのっていう風に思ってんじゃないのかなって実は最初から思ってるんですけど。そう思われても本当にに仕方がないし現に今 やっぱり聞かれるだろうなと思っていたことではあるんですけどお恥ずかしながら現役時代数学が得意だしそれで慶応で受かれるところっていう理由と経済学部小学部って私の中で稼げるイメージがなんとなくあったんですよその理由から経済と賞を受けたんですけれども大学に入って経済学のまであったりを勉強していくにつれて私のやりたいことって経済学と小学部もしかしたら起業したいと思っていることと経済学を学ぶことってまた別ではないかっていうふうに思い始ま 初めてその上で自分が本当に好きなことは何だろうと考えたところで食っていうのがあるなと思い SFC SFC ににしししたた状況あのにしましたその英語がないからっていうのも大きいは大きいってことですね経済と小だったら英語数学小論ってことですもんね。 えっとリベラルアーツでリベラルアーツ教育っていう1年次から研究会に入れてそのいろんな学問を勉強できるっていう点にも魅力を感じてほかに ICU であったり早稲田の人科であったりそういったものに魅力を感じたのは事実でその中でその自分が一番受かりやすいものでかつ研究会もあって魅力的だっていう理由で SFC を選んだのは事実です。いやなんか志望校のことがめちゃくちゃゃくく詳しくて すごいなと思うんですけど、うん、この半年間は逆にどういう勉強をしてましたというのはなんか大学の逆にですようがった見方をすると大学のことばっかり調べててこう足元の勉強をあんましてないんじゃないかなって不安を少なくともその私の大学の範囲でちゃんと勉強をしてたまあしてはいたつもりなんですけど。 親にその半年間休学して受験勉強していいって言われた条件が2年次までに進級する分の単位を取らなきゃいけないってことではあったので大学に通いながらそのもと自分がやりたかった経済学や心理学っていうものを優先的に取ってはいたんですけどその中で一応単位を取りながらじゃあ自分に合う大学って何だろうって思いながらその法政大学で勉強していたというのはあります 受験勉強ははじゃああまりしててないっこことですかこの半年間はマーチまでの数学の復習を半年間は一応して私の実力ではその、えー、と休学するまではそのバイトとその学校の単位を初めて入ったこともあってちゃんと20単位取りきることっていうのがなかなか大変だったのでその時点ではあまりできていませんでしたじゃあ現役の時からなんか半年頑張ったから爆発的に力が伸びてるっていうのはちょっと想像しない方がいいってことですよねはい ってことは残り。このま34ヶ月ぐらいで、もう合格点まで持ってかないといけないということですよね。はいはい、今はあんま勉強してないってことですか？今はその休学に入って元々夏休みぐらいから。まあ勉強できるようになったので、一応 7, 7時間8時間ぐらい勉強はしている状況です。 数学メインでってことですか、ね、数学メインで、まあ、サブで小論文を入れながらやっていて、小論文はもともと高校3年生の時に学校の授業で取っていたこともあって、一応その SFC の格問を解いたことはないんですけど、学校の先生からはかなり小論文も強いよっていうふうに言っていただけて、またその現代文の成績っていうのも安定してよかったので、そこまでその小論文か数学ですごい足を引っ張るみたいなことは今のところはないのかなと思っています。ちなみに、 sfc ってやっぱり実力が高くてもその科目数も少ないですしまあ、万が一は結構起きやすい大学学部だと思うんですけど。今年他に大学を受けようとかっていうのって考えてますか？ちょっと悩んではいて、その共通テスト利用で受けられるところがあれば受けてみようかなとか。 まあ、一応まだ考えている段階ではあるんですけど2科目で英語なしで受けられるのが関西大学の総合政策学部っていうのもあったので、まあ、練習も兼ねつつ本当にリベラルアーツが行きたくてもし SFC に落ちてしまったらっていうのを考える材料として関西大学も最初の方に受けてみようかなと思っていますまあただそこにすごい通いたいわけではなくてあくまで慶応 SFC いう感じですね慶応経済は受けないんですか、ね、受けるつもりはないです <laughs> むちゃくちゃ意地悪な質問していいですか、はい、いきます石場の公式コサインアルファサインベータはいイコールコサインアルファサインベータイコールえーっとえー、なんだっけなえー、っとマイナスえサインカッコアルファプラスベなんだなんだっけなちょっと待ってえー、っとコサインコサインコサイン もう一回いきます。積羽の公式、コサインアルファサインベータ。コサインアルファサインベータ。えーと、なんだけコサインコサインマイナスサインコサインコサインサインだから、二分の一えーと、サインカッコアルファプラスベ、あ、カッコアルファプラスベータマイナスえーと、サインカッコアルファマイナスベータ。いきます。和積の公式、サイン A プラスサイン B。 あまいや絶対ね,絶対,ね絶対ございますすいませんねちょっと悪い形でボロを出させてしまって申し訳ございませんでしたいえいえまあねパッと答えて欲しかったんですけどねこういうのでまあ数学の力っていうのは押しはかれてしまうわけですよねましてや受験生であればこんな夏の時期にね和石石和が秒速で出てこないとちょっと困っちゃうかなとは思っちゃうんですけどもまあこうやって想定されているね事象は崩されていくわけですね だ実際のところやっぱり数学に関しては和籍が秒速で出てこないようじゃちょっと困っちゃうというかですね言うなればターゲット1900のね、まあ、最初の805ぐらいの単語が瞬足で答えられてないみたいな感じですよねこれだとね。それはどうななんんんででですすかか数学の力本当大丈夫ですか和石やってませんでしたごめんなさいけどね SFC は与えますけど 1A2B が出るでしょうから、はい、和籍はもう普通にね使わなきゃいけないシチュエーションもあると思うんですけどどうですか武田塾。 はい。和解ができてないんですけど、オタクの塾はどうなってるんだ。まあ今の彼女の,その段階とやっぱ最後までしっかり入れてもらうことが重要かなとは。<laughs> <laughs> いやこれちょっと一旦。まあまあまあ。まあでもね、9月から通ってるならまあ1ヶ月あるわけだから。うん、すいません、ね。まあその基礎的なね公式とかは。そうですね。僕もその何度か彼女のやっぱ相談伸ばせてもらって。 でななんかそのやっぱり地頭もいいと思いますしあの勉強はできると思うんですけどやっぱ最後その、まあ、やりきる力とかっていうところがやっぱりちょっとまあ心配で、まあ、今竹田塾に通ってるってことなんで、まあ、そこはある程度はまあもちろんそのこちらでもサポートできるんですけど竹田塾入ったからもちろん受かるっていうわけではないので頭がいい子ほどなんか最後やりきれないってことは結構あるのかなと思うので、まあ、そこはちょっと心配なところではありますね正直。 小論文は、何やって、その過去も見たことないって言ってたんですけど。え、過去は、その、えっ、ー、と、現役時の段階では、見たことがないんですけど、はい、今は普通に見ていて。何年か分か、もう、ちゃんとプロの方に、添削はしていただいています。どんな感じだったんですか、小論文。文 言言わわれれたたのののはそのプロの方に何て言われたの最初からの出来にしてはかなりいい,いいねっていうふうに言っていただけたんですけどまだ SFC っていうのが一番小論文が難しい学校ではあるのであともう一段階具体的な案であったり提示だったりをできるようになればよりいいんじゃないかというふうに言われました。うん、なるほど,どうですか小論文実はあの うちの無料の小論文添削に彼女は以前申し込みいただいてたんで <laughs> そうなんだ <laughs> <で>そうなんだでちょっと今僕担当に聞いたら <laughs>、はい、もう少しその知識とかあの背景知識増やしていけば全然いけるって言ってましたファイナルジャッジを目前に勉強面での穴を突かれる志願者自分のペースを作り続けたが最終局面でドラゴン細いの牙が襲ういよいよ 志願者によるラストステイトメントオールオアナッシングの行方は果たしてもう随分とちゃんとお話しいただきましたけども最後もう一声お伝えいただきたいことがあればお願いします、えー、ラストステイトメントですどうぞ SFC に、あの、仮面浪人をして、現在挑戦させていただこうとは思っているんですけど、こうして出資させる、出資していただける機会に恵まれて、恵まれる人っていうのも実際は少ないと思うし、私もこうして得られたチャンスがあるからには、その自分が確実に合格して、この受験生版のタイガーファンディングっていうその番組を続けさせられるように、頑張って勉強していこうと思います。よろしくお願いします。はい。 えー、では、最終決断に入ってまいりますけれども、いつもと同じように、えっ、ー、と、10分の1カウントです。一束10万円という形でお考えください。では、聞いていきましょう。細井先生。そうですね。まあ、まあ、10万出しましょうかね。はい。10万円です。はい、まあ、あのー、お話もうまいですしね。 あの非常にこういろいろ考えてらっしゃると思うんですがちょっとやっぱ外りばっかり気にししてて本丸が甘いような感じを最後受けましたねやっぱりかなりまあおそらく周りの大人が協力して今日のためにかなり練習してきたと思うんですがあのいろいろ YouTube とか見すぎじゃねっていうね そう全く本丸ではなくて本丸に行く前の,、まあ、その関門のところをいいやたら気にしてるとは思うんですけども、まあ、最後ね、まあ、和瀬関和がね答えられないっていうのは偏差値70本当かっていうふうにね疑念を抱かせる結果になってしまいましたね、まあ、ここまでは対策できなかったと思うんですけどもそこを僕は破ってやったんでちょっと嬉しいです <laughs> その、はい、いじめた代で10万円払います頑張ってください頑張りますありがとうございます、はい、小林社長はい僕も10万円しいす あの、まあ、志望校を受けたいストーリーとか、まあ、その辺は、今までいろんな候補者の方がいる中で、明らかに一番理論整然とお話しされてて、まあ、この方にゼロだったら僕の存在価値がないと思う一方で、まあ、やっぱりちょっとさっきの和席もそうですけど、なんか、逆にそこが完璧すぎて、やっぱ、あの、ビジネスプランならいいんですけど、受験生なんで、なんかもうちょっと半年間泥臭く、なんか自分なりに勉強してきましたっていうのが欲しかったなっていうので、ちょっと10万円までという形でお願いします。すはい。 山口先生はいじゃあ、えっと、僕20ではいえっと、まあ、そうです僕も最初起業した仲間が SSC で SSC に入ったらそう自分の可能性を広げる環境っていうのがあると思うのであのぜひ SSC に行って、えっと、自分の可能性を広げてほしいなと思って20番はいはい森田先生じゃあ僕は10で まあ今までで一番悩みましたね。うんなんかまあ僕も細井先生みたいな、ね、英語の質問でやれればよかったんですけど、ちょ <laughs> <laughs> 英語を受けないっていうことでっていう感じだったんですけど、まあまあ今までのね、まあ、話を聞いてるとまあ可能性はあるんじゃないかなっていうですね。まあいい受験生版タイガーファンディングの例になってくれればいいんじゃないかなと思いますね。はい、この段階であなたの希望金額50万円に到達しましたので、えー、今回は完全オールです。おめでとうございます。 はい、えー、とそのっ、えー、とで最後松原さんに聞きましょういかがでしょうかスピーチがはい,いスのスがじゃあ今回はししてナッシングでお願いしたいいたと思いますあの理由はあの皆さん支援いただいてて、まあ、そこで安心したのもありますしやっぱ僕自身はやっぱこう偏差値が低い人を支援したいっていう、まあ、ポリシーがあるので、まあ、僕が支援しなくても皆さんに助けていただければいいかなと思いました おはようございます僕も今まで受験生版大会ファンディング何にもやってきてあなたはあの本当に一番完璧でした一旦プレゼンテーションとしてはでしょでもね受験生として完璧なわけではないから、ね、これだけのことをみ今見せつけたわけですから何としてでもあなたが言うように SSC に必ず合格してでそこまでのステップも含めてですね、えー、皆さん YouTube やってらっしゃいますからどんどんあの彼女をね あの受験に迷惑ならない程度に YouTube ね流していただいてでも英語やってないんですよね <laughs> や,やってもいいかなと考えては <laughs> いやいやそ,そんなことのためにやってもいいとか言っちゃダメだそうそうそうダメダメ, <laughs> ダメね、はいということだと思いますはい改めておめでとうございましたありがとうございました進学への思いをぶつけて見事完全オールで終幕 食への思いを胸に慶應義塾大学合格に挑む虎の心をわしづかみにした資源者がつかむ新しい未来とはその挑戦は続報を待て